なるほど。ああまあそうだね、あっちででしょ。うん、めっちゃ綺麗だったね今日。うんうんね、うん、え？そうだよ、静岡ですよ。うん。そこまで見てない俺。すげえ綺麗。あ、ですか。あ、失礼します。はい、失礼します。ありがとうございます。ハエさんだ。ハエさんって標高なんぼ？あのね、1000はいけないかな。あ、そうなんだ。ここにいるんですよ、ハエさん。ビョーン。標高1000まで。ここら辺の標高だけちょっとだけ調べてもらっていい？うん。うん。標高ちょちょっと。1094ね。なるほどね。どうぞ。ああ、大丈夫大丈夫。まあまあ、撮るか。うん、撮りない、どうぞ。ハエさんが出てきたのから、出てきたから、どこまでから出てくるのかなって。1100なんだって。ハエさん。ハエさん。あ、ハエさん。あ、ハエ、うん。あ、確かに。1100からか。ごめんね、邪魔しちゃった。すごいじゃん。100メートル、限界したよ、君。1000まで入れるの？うん。多分、その1100から上は入れられないかなって感じがするね。ごめんね、ハエさん、ごめんね。うん、はいはい、はい、さだみの小丸でしょ。うん、9時5時か。じゃあもうあれ捨てないとダメだな、日和田山を。日和田山を捨てるというか、北向き地蔵捨てなくちゃダメだな。あれもうなんだよ。なんだあれマジで。どこまであんの？ね、あれ道路、あれ道路出てきたよこれみたいな。あれ？と思って。マジかよみたいな。ね。よし、とりあえずこれね、また登りたい。うん。ただ5周に間に合うかな。ただ足と滑りたいところは絶対行きたい。5周に間に合うかな、まあ、ちょっと微妙なところだけど、ちょっととりあえず向こうだけ向かってみるか。確かに、ね、先に行ってもよかったかな。うん、ちょっと電話してみようよ。あの5周が何時までやってるか分かんないから、その事務所が17時までって書いてあったんだけど、それが同じ時間なのかっていうのが問題というか。うん。なんで？うん。うん。
ああ、腹が減る。もう、サントムーン行くぞ。うん。もうちょっとサントムーンでのスーパーで、カツ丼なりなんとか食わねえと。まあ、カツ屋でもいいんだけど。え？うん。ちょっとそこのセガで遊ぶわ、今日。そこのセガで遊ぶ。もちろん。オール持ってきてあるよ。うん。うん。うん。ただ、日またぐ前に帰りたいな。うん。明日だから渋滞すんのかな？まあ、それはないか。うん。帰りは渋滞はしないと思うけど。うん。うん。そうそうそう。よし。腹が減ったぜ。これも道、あ、ぶねぶね。大丈夫。こういう何でもないとこが一番怖いんだよな。うん。やっぱ斜めってるとこの、踏まないとこ。平らなとこにしよう。やっぱこうなるか。な、すぐ終わるよ。帰りは多分すぐ終わると思う、これ。うん。これ左の方がいいかもしんない。人いなかったら。右ちょっとね、ゴツゴツしてるから左の方がいいと思う。うん。そう、リキに右じゃなくても。いるときは右の方がいいけど。うん。これ。そうそうそう。ちょっとね、ゴツゴツしてる。うん。あ、ここだ。ここでなんかあったんだよね、途中。これ何これ？あ、これ分岐か。分岐でーす。素通り。早い早い。あ、今行こうとしてるとこか。だよね、多分。あ、じゃあ、違うのか。神社だから違うのか。公園はまた違うんだ。わかんねえ。まあいいや、何せよ。ちょっともう下山を完了してないとやばい時間なんで。今何時よ？あ、16時だ。まあまあ、ここ開けてるからいいと思って。うん。まあね。うん。まあ、うん、ちょっとね、下りの方先に行っちゃおうかな、長尾。いい？長尾峠の下り寄っていい？あ、そう。間に合わないかな。間に合わないか。じゃあ先神社行くか。じゃあそうしよう。まあね、そろそろ帰宅ラッシュになるから。うわ、広い。うんうん。何？ああ、まあ最悪 YouTube に開けちゃえばって思うけどね、変な名前にして。うん。YouTube に上げちゃうのは一番、ああ。YouTube に上げちゃうのは一番楽だけどね。それか CDR に焼いちゃうかとか。一旦パソコンに入れて。ああ、綺麗。ね。よし。